どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。さあ、続きやっていきましょう。ガンダムマーク2で、ジャブローへ進行していきましょう。ファミーユビラン、行きます。RX、RX タイプなんだ、バイアランって。RX160 バイアラント。誰なんだ。バイアラントって言わねえ、バイアランだな。はい、行こう。これが地球の重力なのか。水の中怖いな。こいつ。よっしゃ。とりあえず地上に出よう。おっしゃ。いた。地味に痛えな、さっきから。味方、俺切られた今。誰か来るな。ここで会ったが100年目ってね。ジェリドメサ、あー。いやさすが地球至上主義の考え方は違うね。あとちょっとこいつをやれば終わり。解放の仕方がわからない。えい。わかんないから普通にどつく。覚醒はどうやってやるんだろうね。もう勢いで行きましたけど。覚醒ゲージの使い方わかんないんだったら俺絶対今後大変な目に遭うぜ、これ。お、ケニーリポート。シャトルを防衛する作戦。神指弾、行きます。AMX-003。ガザ C。ガザ自体は、あんまりいい機体じゃないらしいね、確か。ただ物量が、元はだってあれだもんね、なんかなんだっけ、作業用みたいな、だった気がするんだけど、違いましたっけ。やばい、シャトルが攻撃されてるのか。あ、あっちにもあるな。奴らシャトルで脱出するつもりだ。発信を食い止め、いた。エウゴのモビルスーツを奪うぞ。ブランブルダーク。なんて時に来るんだ。さすがに展開は早い。ってことはこれアムロターン来るんじゃないか。なんだか。こんなもので。今でなら。よいしょ、だー。
あー、味方か。よいしょ、あ、難しい、意外と狙うの。シールドやられた。あ、百式あれ。百式だ。ああ、よいしょ、よし、今意外となんか変な動きしたからびっくりした今。いった、よし、おお、作戦成功、脱出したね、みんな。よかった。覚醒技の使い方を覚えないとな。なんか、ちょっと多分もったいない気がする。おい、ジャブロー攻略部隊、を、帰還されてしまった。そして難易度ノーマルになると。香港市で正体不明の敵モビルスーツ部隊と交戦。あれですね。お楽しみに。無事、地球連邦軍の総司令部のあるジャブローの爆散から離脱することに成功した。戦場を変えたユーゴの上層部に香港シティにおいて正体不明の敵モビルスーツが現れたという情報が飛び込む。巨大なその姿の向こうに紙には一人の女性の姿を思い浮かべるのであった。次回、悲しく再会、ルーム戦役の歴史を変えろ。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。